はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、町の法律家、行政書士と司法書士どちらが高収入なのかということでね、ファイナンシャルフィールドさんに掲載されていた記事をね、元にお話をしていくんですが、先日ですね、司法書士と行政書士どちらが将来性ありますかっていう質問を、チャット GPT 様にですね、質問を伺いましたところ、もう叱られたわけです。そんなものをね、比較するべきものじゃないと、何をしたいのか、方向性やね、その専門性が違うから比較すべきではないというふうに私は怒られたわけなんですけれども、その怒られた直後にもかかわらずですね、ファイナンシャルフィールドさんというね、ウェブメディアさんが司法書士と行政書士の比較を出していたので、これは取り上げなければということでね、また取り上げさせていただきます。はい。で、司法書士と行政書士どちらが高収入なのかっていう話なんですが、これ明確な統計があるわけではないので、正社員の求人の平均金額でもう比較してしまいます。2023年2月時点、行政書士は平均402万円、司法書士は平均447万円ということでね、これ平均年収、求人化データを集めた平均の年収がもうこういった形で数字として出ました。行政書士より司法書士の方がほんと少しだけね、正社員の求人のね、データから見ると勤務する専門家としては、高いという結果なんですけれども、じゃあこれ果たしてね、どうなのか、地域とかによって全然違うと思うので、またチャット GPT 様に聞いてみました。司法書士と行政書士どちらが高収入ですかで、ね、これ結果をちょっとプリントしてみたんですけれども、業務内容や勤務先、地域、経験年数によって異なりますと。一般的には司法書士の方が高収入ということで、チャット GPT においてもですね、一応司法書士の方が、高いというふうには言ってるんですけれども、ただですね、私はですね、司法書士業界にいるので分かるんですけれども、司法書士の年収っていうのはすごく一定、かなりね、平坦なんですよ。だいたい独立してみんな、2000万とか、そんなレベルなんですけれども、行政書士ってめちゃくちゃ差があって、もちろん稼げない人、独立しても全然稼げてないんですけど、稼げる人本当1億とか超えてるプレイヤー私知ってるんで、どっちが、ね、その収入的に夢があるかというと、それ行政書士なんですよね。なんか平均して2000万とか稼げるのは多分司法書士だと思うんですけど、そう、すごく夢がなんかあるっていう意味では行政書士の方があるんじゃないかなと思います。私知ってる行政書士の先生めちゃくちゃ稼いでるんで、それって司法書士じゃ絶対実現できないよねっていうビジネスモデルだったりするんで、そこはすごくね、いいと思います。はい。で、さらにですね、チャット GPT さんによると、この、ね、司法書士の方が一応高い理由としては、司法書士の方が専門性の高い業務を行っているので年収が高いっていうふうに言ってるんですけれども、専門性っていうのはですね、司法書士は登記ですよね。登記っていうのは確かに専門分野ではあるんですけれども、行政書士の方が専門性が多いというふうに言えると思うんですよ。司法書士も行政書士も専門家であるので、どっちが専門性があるかってことは言えないと思うんですけど、行政書士ってそもそもですね、確かにそのなんか許認可申請、飲食店申請とか、あれ確かに専門性そんな高くないと思います。もう私も自分で何回もやったことあるんで分かるんですけど、ただ私がですね、時々手を出している金融の仕事とか、あれは司法書士のはるか何十倍も専門性高いものになるので、そういう意味ではですね、これもどっちがあったか比較できません。はい。なので実際にですね、自分がその司法書士なり行政書士になった時に何の業務やりたいかっていうこと、もうやっぱそれ次第じゃないですかね。お金稼ぎたいって言ったら、そこから逆算してね、金融の仕事するしかないって結論になるんですけど、そこまで言い切らないですけど、金融の仕事とか誰もね発掘していない仕事、時流に乗った仕事を発掘していくっていう必要があるんですけど、別に平坦にお金稼ぎたいっていうことであれば、別にそこまでする必要ってないわけですから、自分自身の目的ですよね、どうなりたいかとか、それと向き合って仕事っていうのは決めるべきだと思いますので、司法書士行政書士っていうの一般論をね、比較しても仕方ないと私は思っておりますし、チャット GPT さんもそういうふうに言ってましたんで、そういうことで ご紹介いたしました。はい。ということで、本日はですね、司法書士と行政書士どちらが稼げるということでね、特に何もですね、考えずに勤務するっていうだけであれば、司法書士の方が一応高収入であるということでございます。はい。本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。